まあ、体開いちゃいけませんってこういう動作が入った時のこの左の付け根ですね、ここもあの多くの方ができないです。もともと体開いてた人が体を開かないようにしようとした時に本来はこうやってくるんですけど、その左の膝が外に向けない人が多いです。もう開かない開かないってこう左の膝まで内股になってしまう方が多いですね。そうするともう股関節が詰まるのでもう全部インパクトが詰まります。だから難しいのは切り返しでグッと入ってきた時にあくまでも股関節がこっちに移動するんだけど膝もこっちに入って股関節が広がってこないとインパクトでここに入ってこれないので、だ結構開かない練習をしてこういうイメージを強く持ちすぎてしまうと逆に窮屈なスイングになると。